熱血体育教師。あ、もうこれはね、これはもう、あ、もう負けました。もう負けました。いやいや、なんで負けるおかしい。あ、もう負けました。違う違う、勝負、勝負だけど、こういうそういう勝負じゃないから。もう負けました。体育教師、熱血体育教師。もう負けました、ダメです。熱血体育教師で勝てましたね。よし、オッケー。お、行きましょう。ではじゃあいいですか。はい、いいです。じゃあ行きましょう。3、2、1。パチュ。おい、お前最近お前元気ないぞ。どうした。おう、何何をやっても自信がない。何言ってんだよ。それはな、お前の心がどうかしちゃってるからだ。ほら、知ってるかこれ。そう、これはなんと鍵モチーフキーホルダーだぞ。ロゼリアとレーザースイレン。これは1800円。いいか、この鍵でお前の心を開いてやるよ。この鍵があればな、お前の心は開けるんだよ。お前だけじゃねえ、家族、友達、お前の大事な人の心もこの鍵キーホルダーがあれば開けれるんだよ。ほら、先生だって今開けてるだろ。ちゃうねん、ちゃうねん。ちゃう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 。これは良い、ま、これはもっとしっとりセクシーにしたかったんだ。あ、じゃあそれもいただいてもよろしいでしょうか。じゃあじゃあ欲しいですよ、ね、熱血だ。みんな欲しいよな。欲しいな。だったら違ったんよ。アイナズブートキャンプ。いや、もう無理やり無理やりこれしなけた。でも先生好きですって言われてますよ。本当に、本当、本当ですか。そうです。あ、欲しいですってみんな言ってますよ。お、セクシー。最後ね、最後。もしあれがセクシーだったら、お、あなたの心の扉開けさせてくれない。おー、これがセクシ ー。セクシーかと言われるとちょっとハテナを感じますけども、ちょっと16歳いるんで、まあまあまあ程よいね、程よいセクシーだったと思いますけども、はい、いいと思います。